はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっと皆さんに謝りたいことがあるというかね、ちょっと、まず本題に入る前にね、謝りたいんですけど、本当に、浅野選手、一軍で無理とか言って、申し訳ございませんでしたということで、過去のね、僕の動画、自分の動画をね、見返したんですよ。で、まあ確か開幕前か開幕直前だったか、ちょっとそこは忘れたんですけど、開幕のセンターっていうところね、まあ佐々木選手であったりとか、まあいろんなね、松原選手とかもいましたし、いろんな候補いましたと。で、僕の中で、まあ浅野選手っていうのはまだ、その時点でね、その当時ね、その当時、ちょっとまだ一軍のね、まあそのセンターというか、外野のレギュラーを掴むのはすごく難しいんじゃないかっていうふうに思ってたんで、まあ今年浅野選手は出場機会がすごく減って、ちょっと厳しい年になるんじゃないかっていうふうに僕多分言ってたと思うんですね。で、ここ最近の浅野選手の活躍見てたら、もうマジですごいなっていうふうに僕思ってて、じゃあなんでそもそもね、まず僕がその当時、浅野選手がまだちょっと無理かっていうふうに思ってたかというと、まあもちろん、心技体というかね、まあ1年目でまだ若くて、まあちょっとこう経験が足りないんじゃないかとかいうところもありました。ただ、ちょっとバッティングに関して言うと、まあ守備とかはね、まあもちろんもうあるんですけど、どっちかというとバッティングで、ブンブン丸というか、もうとりあえず振っていけみたいな感じでやってるところが、ちょっとまだ一軍では無理なんじゃないかなと思って、まだ無理やろって言ったんですね、正直ね。ですけど、まあ、今年ね、まあ、皆さんも分かってる通り、2軍でね、大半を過ごしてきたわけじゃないですか、時間をね。で、桑田監督であったりとか、まあ、安倍監督にもね、1軍に上がって落とされるときに、まあ、狙い球を絞ってるように思えないみたいな、ブンブン振ってるだけちゃうかみたいなことをコメント言われて、多分おそらくそれをね、2軍の試合であったりとか、いろんなところで、まあ、やってきたと思うんですね。で、実際、まあ、ヘルナンデスが怪我をして上がってきて、で、まあ、今、もう見たら、すごいですけど、もう本当にね、昨日もホームラン打ちましたし、まあ本当にチャンス強い打撃を続けてくれてるというところで、明らかにね、明らかに去年ともそうだし、今年のね、まあ序盤の方に上がってきた時とそうで、比べてもそうですけども、明らかに打席内での、対応っていうのが変わってきてるんですね。で、やはり、狙い球も絞ったりとか、相手がどういうふうに考えてたりとか、その前の打席どういうふうに打ち取られて、相手はどういうふうに考えるのかっていうところを、ちゃんと頭の中で整理してね、バッターボックスに立ててると思うんで、非常にね、見てても、ボンダをしたとしても、ああ、この打席は、この間、こういうふうに、この前の打席、こういうふうに攻められたから、相手がこういうふうにやってくると思って、これを狙ってたんだなっていうのが、ちゃんとはっきり意図が見えるようになったんで、だったらというか、だからこれ確率高く打てると思うし、この状態というか、こういう風にできるんであれば、僕は、全然ね、一軍でもできると思うので、そういったところで、まあ、まあ、簡単にまとめると、成長度がすごいってことですね。普通言われても、なかなか、ましてや1年も経ってないわけじゃないですか。ね、落とされて、まあ、2、3ヶ月ぐらいでしょ ?3 ヶ月とかぐらいでしょ?で、戻ってきて、それができるっていうのは、その対応力の高さとか、頭の、鋭さとか、賢さもありますし、まあもちろん、打撃技術の高さもあるんですけど、まあ打撃技術が一気にすぐ上がるかって言われたらなかなか難しいんで、そういう考え方であったりとか、まあそういったところを伸ばしていく方が、まあ短期的にはね、すごくこう、能力が伸びやすいかなというふうに思うので、まあその技術っていうところは長年ね、こう積み重ねて、こうちょっとずつ上がっていくっていうところあると思うんですけど、そういう考え方とかっていうのは、まあ一瞬で変わる可能性っていうのもあるので、そういったところでその浅野選手の適応能力というかね、その、言われたことをこう表現できる力というかね、うん、まあ素直に、受け入れるっていうところもそうですけども、そういったところが、まあすごくいいなというか、まあプレー、面ももちろん素晴らしいですけど、プレー以外の面でもね、そういったこの柔軟性というかね、っていうところは非常に浅野選手の武器なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、ちょっとここからは、ちょっとドラフトに関するお話ししたいんですけど、ちょっとね、ネットでね、見た記事なんですけど、ヤフーニュースかな、ちょっと忘れましたけども、なんかその浅野選手が最近活躍してるじゃないですか。で、それに伴って、今までは外野手のね、選手、
というかね、右の長距離砲を取っていきたいっていう球団の意向があったらしいんですけど、巨人の中でね。なんですけど、浅野選手が最近活躍しているということで、まあ浅野選手がその右の長距離砲というかね、になるんちゃうかというところで、まあショートのあの前僕言いましたけど、明治大学の宗山選手を取った方がいいんじゃないかっていう、取った方がいいんじゃないかとか、そっちに、方針を変えたんじゃないかっていう記事があったんですね。で、まあ、それに関して、ちょっとお話ししたいんですけど、まあ、僕は、まあ、浅野選手が長距離砲に投げれるかって言ったら、まだわからないですし、まだまだこれから次第だと思うんですけども、僕は、前も言いましたけど、宗山選手は取らなくていいと思うんですね。うん。で、まあ、その記事では、まあ、その門脇選手があんまりこう、振るってないから、前は、本来で言えば門脇選手がこう活躍してくれて、ショートは安泰で、浅野選手もまだ出てきてないというかね、ちょっと厳しいから、じゃあ右の大砲取ろうかっていうお話だったんですけど、まあ浅野選手がね、すごく活躍してるから、じゃあ門脇選手があんまり調子良くないから、宗山選手を取った方がいいんじゃないかっていう、胸のね、記事だったんですけど、僕は、正直、今、巨人のね、まあ、いろんな試合見てますけども、僕はやっぱピッチャー行った方がいいと思うんですね。前の動画でも言ったかもしれないですけども、特に左の先発っていうところが、まあ、グリフィンとか井上とかいますけど、やっぱりちょっと弱い、まあ、右と比べるとちょっと弱いなっていうところがあるんで、だったら、僕の寛大、関西大学出身ですけど、僕、の後輩の、まあ、金丸選手か。ピッチャーとかね、そういったピッチャー。僕ちょっとまだアマチュア野球をしっかり調べられてないんで、ちょっと他にもいい選手が、いるのに申し訳ないんですけども、まあそういったピッチャーね、競合を間違いなくするだろうなっていうようなピッチャーを取りに行った方が僕はいいんじゃないかなというふうに思うし、僕やったらピッチャーかなっていうふうに思うんで、まあ、門脇選手もね、最近ね、まあ、すごく状態いいと。で、守備も確かに今年エラー多かったですけども、まあ、ここ最近はもう本当にめちゃくちゃいい守備もしてくれてるし、イブシギュンっていうかね、あまり目立たないかもしれないけども、本当にね、昨日の、出塁からのね、グリフィンのバントからの、丸選手の、ファーストゴロからの、浅野選手のホームランっていうのがありましたし、その前の日もね、門脇選手から、出て、点を取ったっていうのがありますんで、だから僕はショートは宗山選手とタイプが被ると思うんで、門脇選手はね、宗山選手行く必要ないと思うし、で右の長距離砲、まあだったらまだ右の長距離砲、青学でしたっけ、龍谷大平安の確か、西川選手かなとかは行った方がいいんじゃないかなって思うし、まあ、カズマがね、メジャーに行ったりとかする可能性もあるんで、そういったところで、まあ、その、西川選手か、まあ、金丸選手を1位で行ってった方が僕はいいんじゃないかなと思うし、僕が、どっちか選べって言われるなら、僕はピッチャー、やっぱり野球っていうのはピッチャーだと皆さんも思ってると思うしね。やっぱりこう、いいピッチング、やっぱ先発ピッチャーがある程度やってくれたら、それなりにやっぱチームって勝てるんで、うん。だったら、まあ確かに右の長距離も大事だけども、そこの優先度を考えると、やっぱり左のピッチャーかなって、金丸選手もそうですし、その他のね、いい左も絶対いますから、そういったところを取っていくっていうのが、ジャイアンツの必要なピースだと思いますし、まあ、そうしてまとめるとですね、まあ浅野選手の成長度っていうのはものすごいと。はっきり言うとめちゃくちゃすごいと。こんな選手っていうのはなかなか僕、見たことがないですし、この適応能力の速さというかね。まあ、これからね、いっぱい試合に出て、苦労することはあるかもしれないですけども、まあ今見せてくれてるパフォーマンスというか、非常にまあ理にかなったというかね、まあ狙い球の絞り方も含めて、素晴らしいなって、19歳離れしてるなというか、ベテランのような感じで待つなっていうところはあるんで、すごくやっぱりこう、福畑監督であったりとか、ファームのとこで、時でもね、すごく、周りのスタッフの方にも恵まれて、どん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 スポンジのように吸収していった結果が、今の、一軍での活躍かなというふうに思うので、そういったところはね、他の選手も見習ってほしいなというふうに思うし、僕自身もね、まあ今、野球を離れてますけども、こういう、スポンジのように吸収していく浅野選手の、その、素直な心であったりとか、貪欲な姿っていうのは僕もね、参考にさせてもらいたいなというふうに思っております。
はい、そんな感じで今日はね、浅野選手の話題から、まあ、ドラフトの話題、話していきまして、まあ、ちょっとね、僕が思ってた未来というかね、浅野選手の成長度とは全然違ったというようなお話をさせていただきました。本当にやっぱりドラフト1位でね、入ってきた選手ですし、まあ、甲子園でもね、まあ、スターでしたから、まあ、すごい選手だとは思ってましたけども、プレーももちろんね、なんですけども、その浅野選手の、人柄とかね、そういったところも、すごくこう、伸びる選手というか、スターになっていく選手なのかな、というふうにね、思いますんで、今後のね、浅野選手の成長っていうのも見守っていきたいと思いますし、ぜひね、坂本選手であったりとか、岡本選手のようなね、選手になってくれることを皆さん願ってると思うんで、浅野選手もね、頑張ってもらいたいなというふうに。まあ他の選手もそうですけども、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はお会いできます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお会いできます。じゃあ、バイバイ。